ほどでもないか。あれも来い。じゃあアンモニア噴水の、安全な操作法開発したんだよね。いっぱい入れます。はい、割と多めに入れた方がいいです。じゃあね、中和滴定とかだとね、数滴でいいんだけどね、1滴とかね。じゃあ 2杯入れます。はい、はい、じゃあ試薬のところから、材料が、新車から取るよね。縦に立った状態でね、そうだね、その状態で、そのまま斜めにこうやって倒してもいいけど、そうそうそう、やりやすいよこういうね、そうそうそう、まあ、入れましたっていうところで、やばい、落ちる、いい、あのそこはカット、結構ボロボロ、ああ、被害甚大だ、やばい、いい、入れますってことでね、はい、はい、はい、もう。つけないようにしてね、はい、大体です、大体2ミリ、もうちょっとですか、あ、そんなもんかな、そもね、はあのちょっと触ってみると冷たい、あ、そうそうそう、あ、冷たいですね、冷たい発熱反応で爆弾あったかいね、熱すぎるでもまだ全然変化はないです、変化ない、じゃあキャップして、あ、違うな、こっちだな、あ、始まっちゃったもん、そう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 、始まっちゃったね、はい、それで集めないと、はい、まあ、そうだね、マルゾコフラスコ入れて、反応熱はどう、あー、暖かくなってきました、ね、通常はさ、加熱して火を使ったりするんだけど、これだと、ただこう、自発的に進む反応でアンモニアを補充することができるんだよね。アンモニアが出てるかどうかを、はい、じゃあ今からアンモニアが出ているかチェックします。ちょっとなんか勢いがもうなくなっちゃったちょっと急いだ方がいいと思うよ、はい、どう、あ、ちょっと先っぽが青くなってきました、アンモニアが発生してるかなっていうのが、あ、でも少し紫色にどんどん先っぽの方が、ね、うん、まあ、これね、普通はね、水濡らした方がいいんだけども、十分この湿度でいけちゃうっていうこと、うん、俺は冷静だ、確認して、いや、ゆっくりやって、俺は冷静だ、はい、はいはい、じゃあ丸底フラスコを持ち上げて、はい、ちょっと急いでね、キュッ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 って、はい、取り損なってこれ、はい、真ん中じゃねえな、来いってほどでもないか、あれはでも前回よりだいぶ丸底フラスコのさ、うん、そこに当たるくらい結構勢いよくね、うん、綺麗ですね、来いってほどでもないか、あれはでも前回